さあ今どこ、清船町1丁目100円のね自販機を探してるんです。冷たいの飲むとね、結構この前飲んだんだけど、先週あまりにも暑かったんで、やっぱりね体力回復しますよ。こんな生あったかいっていうか温水だよね、ほぼ私が持ってる水はもう温水になっちゃってる。温水がね、なら喉の渇きはいないっていうのある。体にいいかもしれんけどね、いわゆる白湯の状態ね、体にいいかもしれんけど、なかなかね喉の渇きは言えません。冷たいもんじゃないとね。なんでしょうね、やっぱり飲む絶対量が減るから。温水なんてたくさん飲みたないもんね、言ったらなんだけど、そうそう飲みたないですが。さあ三ツ矢ビスケットの看板が見えますかね。三ツ矢製菓。さあどこ来た。バス停は篠原橋のバス停前を通過。とりあえず川に近い方を走ってますけど、なかなかね運河の方に出れないっていうか、そういう風に整備をされてない模様。いやでもね、自転車久しぶりに行ってね、やっぱりロードバイクを見るとねかっこいいなと思うんですよね。機能美というか、今ね実はあのほら、1番はシェアで言うとあのジャイアントですけどね、台湾ので、2番がトレック、3番スペシャライズドだったのか、で次はキャノンデール。どうもねスペシャの調子がいいみたいで、トレックを抜いてるって話はねちらっと来まして、いやそんな知らないうちにねシェアが変化しとったかと思うとね驚きました。はい、元気の前まで来ました。私は今元気ではないですけど、元気を絞り出して元気なふりをして頑張っております。そういうギャグはええわっていうね。元気、元気はどこのグループですかね。フード&ドラッグ。ちなみにですけど、この前ねラムーに行きまして思った、ラムーとアピタ共通項があります。何か、いわゆるホット&コールドのドリンクがない、冷やしてない、温めてない、ピアゴはあるけどっていうね、実はないんですよ。でイオンなんかはね冷たいのあったかいのね用意してくれてるんで非常にありがたいんですけど、やっぱり低価格を売りにしてるローコストのね、そこら辺のあのスーパーはやっぱコストがかかるし、家用の人、基本的に食材を買っていく人が多いから、そんなもん冷たいもん売ったってしょうがないじゃん。どうせ家持って帰ってまたね、あったかいとこ置いとくんだろうぐらいの感じだから、温めて冷やしてないんですよね。だから冷たいジュースないんです。ラムーもそうだったし、何だったローピアもなかったんです。聞いたらありませんって言われてね、仕方ないから冷やされていないミネラルウォーターを買いまして、ただ館内の冷房で家から持ってきたぬるま湯よりははるかに冷たくて、まあ飲みましたけどね。だからそんな冷たくはないよ、普通で考えたら。全然冷えてないけど、相対的に言うなら冷たい飲み物だったので、外を出したらまあ飲めましたけど、まあもうちょっと冷やしてほしいよね。ただ冷やすのはコストかかるし、アピタはありませんってはっきり言った。ピア5はありますけど、アピタはございませんってはっきり言われたんで、ね、あそうなんだと思って、そんな風らしいです。ちなみにこれ今えらい道路が右曲がっとったな。名古屋駅方面に屈曲してます。あ名古屋駅見えてきました。意外と近かったな。もうゴールか。意外と早かった。どれぐらい、30分ぐらいでした。意外と早いね。船戸町意外と早いです。すみません、あの本当運河の真横通れないので全然顔見えねえじゃねえかって言われそうでね、申し訳ございません。山菊印刷、なんとなくねレトロな走行文。あーここレトロ、超レトロじゃんこれ。いいね、超レトロや。めっちゃ古いな、こっちも古いな。はい、もうねもう見えてきました。だんだんゴールは近いです。中川運河の出発点、起点、はい、今日はそこまで行きたいと思います。もうすぐそこですけどね、久々に行くな、あの海外も。あ、はい、こう着きました。ザ・ファウンドリー、例のバーミキュラーのね建屋ですけど、やってないのかな、てかもう終わってんのかこれ。終わってる、何時まで、土曜日こんな早いんだ。今日土曜日ですけどもう閉まってる。何時までやってませんね。だからもう閉店したんですよねこれね。こうねこんな感じ。うわあっち超レトロ、なんかサイロみたいなのがあって超レトロだと。バーミキュラベイクラボラトリー右手にありました。バーミキュラもここにね、これ名古屋からずっと何か店がずっと続いてたらその勢いで歩いてくると思うけど、ここだけポツンとあるとねきついよね集客が。まあ、とにかく名古屋はね連続性がないんですよ。大須商店街みたいにもう歩けば歩くほどどんどんこう店が連なっていてね、飽きないっていう、そういう風にしていかないとね。バーミキュラこっちやってんのかな、スタジオエリアやっぱもう閉館しとるんです。そうなの、名古屋はそこはね点在しとるでいかん。点在しとるで超レトロ、点在したしたら来ないわ人は、途切れちゃうで。だから大須が成功してるのはそこですからね、なんといっても。で遠藤寺もねそんなに成功しようと思えんけど、今私見とる限りでは全然人来てないから。はい、小栗橋の前、バス停前を通過。まあ遠藤寺もいいんだけど、結局ね商店街店が途切れ途切れでしょ。だからあそこもっとねもうそれこそ3年間は家賃ゼロぐらいでね店を寄せないと、まあなかなかね
空き店舗がいっぱいあるじゃ面白くないしね。もっともっと呼ぶべきですよ。せっかく器があるんだからと私は思いますけどね。はい、勝手なこと言っております。何宮田村、船が笑顔をはじける宮田村、カモン、どこですか宮田村。ああ、稲田の宮田村か、わかりました。はい、ここね、梅雨橋のなんちゃら、綺麗です。あそこ実は何度も行ってるので今日は特段行きませんけど、とりあえずねゴールまで行かないかんで、もう少しです。ああ、レトロな倉庫あり、はい、レトロな倉庫ありますよ。いいねこれ、なんかすっとる、はい、超レトロ。なんか貼ってるけどよくわからんな、あれなんて書いてある、ちょっと見てみる。行政財産使用許可名工管理組合って書いてあって、でもいつ作られたとか書いてないな。パネルは古いけど20年単位でなんか財産をね貸し付けとるようですね、国が。さあ、名古屋駅方面見えてまいりました。名古屋駅近いんだけどね、この辺り非常にね静かです。まあ、そうだよね、まあ特段なんか集客施設があるわけじゃないので、まあ当然ちゃ当然ですけど、はい、ここはなんかちょっとレトロな倉庫、白田建材店、あ、お店があったんだ、すごいな。新事務所どこやらって書いてある、引っ越してたんですかね。縁子橋、猿の子供の橋と書いて縁子橋。うわ、ここ裏から見ると超レトロだな。うわ、思いっきり昭和。 なおかつここ路地ちょっと入ってくってほどすごい、こう超昭和。いや、そんなにすごくはなかった、路地あったけど特に古めかしいものないな。いや、もうレトロはないね、本当にどんどんなくなってきます。さあ、縁子橋のバス停前、100円の自販機見つけたんでちょっと立ち寄りました。本当に100円か、おい、はあ、水100円、麦茶100円、あとはどうしような、悩むな。すっげえ飲みてえなっていうのはないけど、ちょっと飲んでっか。さあ、いよいよ中川運河もいよいよ終盤、ゴールが間近です。すぐそこ、これがね名駅、新幹線口西口に抜けるようになったからだいぶ車が来てますね。多少ここで名駅の真ん前は変わったんかな、流れは少なくなったんかな。はい、運河橋の交差点、かつての通勤経路に来ました。あれ、そこビルなくなっとるな、ビルなくなってなんか建て替えとるやん。ようそこのバス停も乗りをしたな。時差式、一切信号変わりません。さあ、いよいよゴールに近づきました。ゴールです、長運河。